デイツカ古墳は、長崎県津島市三島町、京地にある古墳。形状は、前方後方墳、長崎県指定史跡に指定されている。津島では、最古、最大規模の古墳で、4世紀後半頃の築造と推定される。対馬島東海岸、京地方の西の丘陵上に築造された古墳で、津島含む長崎県域では、 唯一の前方後方墳である。これまでに1951年に発掘調査が1991年度に測量調査が実施されている。墳形は前方後方形。墳球長は40メートルを測るが、これは津島の古墳のうちで最大規模になる。墳球は月石による。主体部の埋葬施設は縦穴式石室であるが、 大きく破壊を受けているためつまびらかでなく、規模は長さ4メートル、幅2メートル、深さ0.9メートル程度と推定される。昭和26年の発掘調査では、銅族12本、壁玉製果玉1個、鉄拳片2本分、土器片1点が検出されている。このデイツカ古墳は出土遺物などから古墳時代前期の4世紀後半頃の築造と推定される。 本古墳は、津島の機内型古墳としては最古に位置づけられ、付近では、同様に機内型古墳の前方後円墳三基を含む根底墳群や西の山古墳の築造も知られる。これらは、当時には、津島が機内山王県の勢力下にあったことを示すものと、され、被葬者としては特に秘書に見える津島県治家、またはそれにつながる豪族の墓と推定する説が、挙げられている。 なお、津島の中心地は、弥生時代には、対馬島西海岸にあったと推測されるが、古墳時代に入り、本古墳や金祖古墳群の築造時には、対馬島東海岸の境地保に移動している。古墳域は2002年に、長崎県指定史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。ありがとうございます。